西の平原に向かう準備はできたか？ランドトレーラーの乗り心地はどうだ？快適だろう。最悪だ。そうか。ところで、あんたたちは見たところ親子か？え、わかるのですか？なんとなくだがな。すごい。この者は私とお前の会話を聞いていただけだ。驚くことはない。バレてたか。兄貴、前方4キロにワームの群れだ。迂回はできそうにない。わかった、ローグを出すぞ。カプテン、私が行きます。何？ディクトの今の体では戦闘機体の操縦は無理です。バカ言え、どうってことはない。あなたはあれだけの怪我を負ってなぜ動けるのか分かっていないようですね。どういうことだ？お母様は今もあなたの治癒の力を使い続けています。もし出撃してお母様から離れれば痛みで動けなくなるでしょう。な、今はまだ自分の体を気遣ってください。わかった。アーシェル、お前がローグを動かせ。はい。気張るなよ。大丈夫です。ワームが接近してきてるぜ。わかりました、対処します。戦闘機体と違ってワームはセーブ。動きに惑わされるなよ。はい。よし、もう一息だ。道具の耐久力には注意しろ。いつの間にか減ってたってのはよくある話だからな。はい、最後まで油断はしません。ディフュージョンブラスターを使え。地平に向かって投げ払えば一掃できる。はい、ディフュージョンブラスター発射準備。エグゼキュートディフュージョンブラスター。ターゲットスコープオープン。エネルギー充填開始。メガトロンニュートリノ流入開始。ドローン方向最大開放モード、クラッシャービーム。
ワームの奴ら逃げていきますよ。それにしてもアーシェム、下手っぴっすね。わざと外したのさ。え？あいつの中じゃ、ワームですらも命のカウントに入るんだろうよ。ミッションクリア。Rank up.墜落した戦艦が見えました。母艦だけにでけえな。かなり警戒されてるみたいだな。そりゃそうっすよ。何人か殺して分からせるか。ダメです。私に任せてください。止まれ。それ以上近づくな。お前たちはテラー種か。私はあなたたちと同じシドルの民ですが、テラー種の仲間もいます。何？待ってください。決して危害を加えるつもりはありません。どうか落ち着いて私の話を聞いてください。何をしにここへ来た？私たちは仲間です。あなたたちを助けるため、そして共に生きるために来ました。何だと？ここは墜落したドラクター母船の乗組員たちが作った集落だ。ここにいる全員が兵士ってことっすかね。そのようだな。どうだ？武器はトレーラーの中のものだけだ。あとテラー氏の機体には警戒しておく。丸腰というのは本当か。いいだろう。中に入れてやる。本当ですか？怪しい動きをしたら即排除する。はい、構いません。もうすぐ食事の時間が来る。なんならお前たちも一緒にどうだ？いいんですか？仲間たちも空腹のはずです。よろしくお願いします。言っとくが、まだ信用したわけじゃないからな。分かっています。お前たちの機体はそんなに強いのか？兄貴が操るローグは無敵だぜ。ワームなんかあっという間にぺちゃんこさ。よせ、自慢話なんざみっともないだけだ。兄貴は謙虚すぎるんすよ。すげえってところもっと知ってもらわないと。確かに強い戦士は評価されるべきだな。はっ、あんた分かってるじゃねえか。今日は語り合おうぜ。ああ。ったく、あんまり飲みすぎるなよ。デミルさん、
言うてくださいよ。私ね、町長としては優秀だったんですから。ああ、わかったわかった。まったく何度同じ話をすれば気が済むのだ。酒に酔った寺橋がこれほど厄介だったとは。聞いてるんですか、ドゥムルさん。にしつこい。それでリテルがなんでこんなところを放浪している。俺たちと合流しても何の得もないぞ。戦闘に生き残り地球に取り残された下民兵には助けなど来ない。ああ、シドルのためずっとそう思って戦ってきた。だが使い捨ての下民兵はこんなものか。生まれに不平を言うなど愚かだ。いや、そうじゃない。むしろこの状況に感謝してる。食べ物を分け合い、言葉を掛け合い、生き残ることに必死。ここでは、シェダもリテルも司令官も兵士もない。みんな同じ人間として扱われる。気に入ってるんだ、ここで生きることが。ただな。いや、ザークエ、環境適応薬は使っているんだろ。地球の動物の肉、案外うまいぜ。お母様、もう食されていたのですね。ああ、この星のものは微妙であるな。そうですか。あ、テラーシの世界にはうどんという不思議な食べ物があるんです。それならお口に合うかもしれません。リクトならきっと作れます。頼んでみましょう。うどん。アーシェムライヤー。ん？あなたはシドルの姫君ですね。気づいていたのですか。そしてあちらにおられるのが女王クローゼード様。あなたは何者？私はベローアギです。かつて衛兵として城に仕えていたことがあります。お会いできて実に光栄です。そうですか。ですが時が来るまでこのことは他の者には。承知しました。しかし姫君の行動に護衛の一人もいないとは。かつてはいました。本当に信頼できるものが。姫を最後までお守りできぬとは不甲斐ないですね。いえ違います。その者は命を懸けて私を守ろうとしていました。私と私がやろうとしていることを。あれほどの心強いナイトは他にいません。しかし姫を残して無責任に死んでいく男などはナイトと言えるのですか。アーシム。バルトさん、見せたいものがある。ちょっと来てくれないか。わかりました、今行きます。くれぐれもここでの会話は内密に。アーシェム様を発見しました。そのまま監視を続けろ。グリファス様にはまだ報告はするな。はっ。神聖シドルの糧にならぬようであれば殺す。ギョイ。どこへ行くのですか。戦艦の中に道が続いている。見せたいものはその先だ。
俺たちの船は巨大なクレーターの近くに不時着した。クレーで拾った残骸を修理し、戦闘メカ同士で格闘させる、いわば闘技場だ。目的を失った兵士たちが生きる活力を見出す場所だ。戦うことが生きる活力に。生まれし時よりシドル兵が教えられるのは戦いの術のみ。皆戦うことでしか自分の存在を実感できないんだ。俺を含めてな。これからどうするつもりなのですか？さあな、わからないんだよ。俺たちは何のためにどこへ向かえばいいのか。こんなところにいたのか、ビクター。闘技場か。なかなか面白そうじゃないか。これは俺たちも参加できるのか？何？戦うんですか？経験豊富なパイロットとの試合は貴重だ。腕を磨くにはちょうどいい。ふん、いいだろう。飛び込みの参加は歓迎だ。盛り上がるからな。ルーキー用に対戦相手を組んでやる。と言っても戦い慣れた戦士たちは手ごわいぞ。わかってるさ。
スタート。緊張してる。でもやるべきことをやらなきゃ。私の意志が揺らぐことはありません。ガニメデクライダが必要ですね。コロシアムの参加をバルトが許可したそうだな。対戦の詳細は私から伝えよう。どうだ、やってみた感想は？みんな競技として楽しんでいました。生きる活力とはそういうことなのですね。ああ、だが機体の整備は行き届いていないみたいだな。後で鉄夫も呼んで点検しておこう。それは助かる。飯を食わせてもらった恩もある。気にするな。今日はお前たちのおかげで大いに盛り上がった。また気が向いたら参戦してくれ。はい。ザクソンで見つかったローグのデータ解析が終わったらしいじゃない。ブラームスソルジャーという新型のようです。ローグの基本設計をもとにそれぞれのシェルターに派生したタイプがあるってわけね。はい、実に興味深いです。ザクソンからの断片データ収集作業は進んでいます。それと襲ってきたローグですが、残骸から完全に機体を特定できました。間違いなく地球側のローグです。どういうことだ？一つには地球側の機体をドラクターが奪ったと考えられます。わざわざなぜそんなことを？待ってください。ドラクターに寝返った地球人がいるというのは考えられないでしょうか？おっ、戦いを思い出すと手が震える。
霧島さん。あれは。よう、霧島。え、隊長。どうした、最近様子がおかしいぞ。今だって腐った魚の目をしてたぞ。それひどくないですか。じゃあ私予定あるんで行きます。お支払いよろしく隊長。おい霧島。よし、パーティーグッズも買い込んだし、あとは飾り付けだけだな。目いっぱいきらびやかにするっすよ。ボスは派手好きだからな、喜ぶ顔が目に浮かぶぜ。なんかお祝いするの？あんたは。はい、これ検査結果。ありがとう、お姉さん。腰の痛みがひどくなったら、ちゃんと店に来るように言ってよ。はーい。母ちゃんの病院嫌いも困ったもんだ。そうだな。治癒を拒むとは変わってるな。うん？君はどこを怪我したんだ？どこも傷はなさそうだが。私は怪我じゃないの、病気。そうか、ならば治癒に専念せよ。治らないんだよ、私もうすぐ死ぬの。あ、ここにいた。何やってんだよお兄ちゃん。行くよ、勝手に他の人の病室に入っちゃダメだって。ああ。ふん、また顔が見てえとか。払えるぜ、一大事。ヤマト。ヤマト。清香か。何その焦った顔。変な妄想してたってこと？バカ、ちげえよ。あのさ。うん？待ってるから。あ？私ヤマトを待ってる。何言ってんだ、意味わかんねえ。じゃあ私帰るね。あ？ああ、俺も帰るか。ちょっと遅くなっちゃったね。でも今日お仕事休んで大丈夫だった？
問題ない。そういう設定だからな。設定、いつも通りってことだね。ああ。あっ、シドルの攻撃によるものか。グリファース様の攻撃指令はない。遊撃部隊に発見されたか。ねえ、あれ燃えてるの病院の方じゃない？何？あ、兄ちゃん！イクシアの下部核壁で爆発、外部からの攻撃によるものです。なぜ下に敵が？この辺りは地下地層に空洞があります。敵はそこから攻撃を仕掛けているのかもしれません。ローグ出撃準備。まだ人が残ってるぞ。何をしている？テラー氏を救うために危険を冒すのか。止めるな、ミーシス。ユグラ。私はナイトだ。ナイトの力とは、守りたいと思えるものを守るためにある。私はそう教えられた。生きられるかは分からん。だが、もし他のものよりも短いものなら、残された時間を大切にすべきではないのか。地下からの攻撃だと？ふざけやがって！返り討ちにしてやるぜ！お待ちして。難しい戦いになるね。地層壁を傷つけないように戦わないと、地盤が崩れだし、全員生き埋めになりかねない。楽しそうじゃないか。しかし出られないのは残念だな。見ることも勉強にはなるよ。でも今日はなぜ浅見くんは留守番なの？さあね。
私に行かせてくれ。自分の存在を知らしめたいんだ。いくら僕でもそれは。キーカードの偽造やっただろ。今回にぴったりの新装備を用意したよ。その名もドリルアーム。ドリルアームだと？ドリルアームはロマンでしょ。は？いいから使ってみてよ。性能は保証するからさ。それにしても地下からの攻撃って本当に地下で戦えんの？戦えないなんて言ってられないだろ。デパ地下だろうが屋上だろうが戦いとなりゃぶちのめすまでだ。今日もテンション高いね。サイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。霧島純、出る。にこんなところがあるなんてな。さーて、敵さんはどこから来る？敵はここから地上のイクシアに攻撃してきたってこと？なんで出てこない？もしかして誘い込もうとしてる？おー、面白いじゃねえか。ならこっちから行くぞ。なんだこいつ、新型か？モグラだね。未登録機体、コードネームモグラとして登録します。まんまかよ。
磁場によって敵の出現に気づきにくい場合がある。いきなり敵が近くにいて大惨事ということもあり得る。注意しろ。マジ？わかったよ、オオカミくん。ウルフ教官だ。教官なの？また出た、敵だよ。敵が…ジュン、大丈夫？ジュン、落ち着け、霧島ジュン、落ち着け。聞こえる？霧島さん。霧島さん、君に見せたいものがあるんだ。こんな時に何してんだい？すいません、これを霧島さんに見せたいんです。今ここで。わかった。ハッピーアニバーサリーボス。今日は何の日かわかりますか？なんと俺たちが出会って丸2年の記念日なんです。で、ボスに俺たちの熱い気持ちを送ることにしました。あんたら…ボス、いえ、ジュンさん、覚えてますか？初めてステージに上がった日のこと。ステージの脇で出番を待っていた時、足が震えて動かないって。大丈夫すか、ジュンさん？あんたたちが声かけてきたせいでこんなことになっちゃったじゃん。ステージに行ったらいじめられた時みたいにまた物を投げられたり罵倒されたりするに決まってるし、足なんて動かなくて一歩も踏み出せない。ジュンさん、もし何か投げられたりやじられたりしたら俺たちが守ります。それに俺たちはどんな結果になろうと応援してます。でももしダメだったら一緒に泣きましょう。じゃあ、うまくいったら一緒に笑ってくれる？はい！ジュンさんの一歩は俺たちみんなの一歩なんですから。そっか、わかった。私行くよ。みんなと一緒に踏み出すんだ。私はもう逃げない。なんか思い出しちゃった。すごいっすよね、ジュンさんは。アイドルってだけじゃなくて選手として命を懸けて戦ってるんすから。まさかあんたたち。はい、全部聞きました。変だなって思ってたんすよ。あれだけ町の違和感のことを言ってたのにいきなり何も言わなくなったし、この前の大怪我だって運動神経のいいジュンさんが階段から落ちるとかありえねえし。でもやっと謎が解けました。アメミヤさんが俺らの動画を借りたいってアジトに来た時、絶対なんかあるって思った。だから俺たちすげえ食い下がって聞いたんだ。それで俺たちも知ったんです、ジュンさんのこともこの町のことも。そっか。うまく言えないっすけど、俺たち戦うジュンさんを誇りに思ってるんすよ。覚えといてください、ジュンさんは一人で戦ってるんじゃない。俺たち KJ もジュンさんと共に戦ってるってこと。俺たちなんでだって親衛隊っすから。そっか、そうだよね。私一人じゃないんだ。前に進まなきゃ。私の一歩がみんなの一歩になって道を切り開くんだ。私もう一度立つよ。私を必要とするステージに。いけるの、ジュン？あたぼうよ、霧島ジュン、やったるで。うわあ、いくよ、モモカ。指図しないでもらえる、ジュン？地盤を傷つけないように地形に注意しながら確実に倒すんだ。わかった、ジュン。まだ本調子じゃないんでしょ？攻撃は私がやるから制御を渡して。誰ができないって言ったの？え？おらー！
調子出てきたじゃねえか、霧島。モグラ図体だけにデッキモグラ出まくるのなさそうだな。大詰めって感じだな。盛り上がってきたじゃねえか。地下空洞ごと破壊して一気に押し潰す気だ。やば、何か手はないの？歌舞伎ファンクションを使おう。おお、俺の出番か。いや、今日は純さんたちの機体で歌舞伎ファンクションを使う。何？いいじゃん、ヤマト、霧島純復活記念ってことで。ああ、しょうがねえ。ならきっちり決めろよ、霧島。言われなくたって。メディカルユー、邪魔すんな。やっぱ最後は敵の大爆発だよな。すっきりするぜ。そこ？ミッションクリア。レジェンダリーエピック。すぐご飯にするからもう少しだけ待っててね。すごかったんだよ、火事の中から逃げ遅れた子を助けたの。まったく、親に心配させて。危険なことはやめとくれよ。心配？どうした？いや、怪我の具合はどうですか？包帯も取れたと聞きましたが。ああ、おかげで感知した。それにしても俺たちのことを気にかけてるリテルがいたとは。こんな使い捨ての下民兵よな。人の生まれは様々です。ですがそれを乗り越えてこそ自分の道が見えるのだと思います。あんたの道は見えてるのか？いえ、ですが私はこの手でその道を切り開いてみせます。優しさと強い意志、人を魅了する王の資質で見るよ。アーシェムが率いるシドルなら星を守れたであろうか。いえ、エルゼドの力は果てしなく強大。対抗するにはまだ要素が足りませぬ。正体不明の敵の攻撃によりシドルの14の都市がいずれも消滅しました。消滅しただと？宇宙にこのような汚らわしい星があってはならぬ。派生種の存在をエルゼドは認めぬ。このままではシドルは全滅です。残った全兵力をもって徹底抗戦に出るべきです。星を捨てるだと？女王の判断には承服しかねる。
戦って散っていった者たちにどう顔向けするというのだ。エルゼドの星の檻を破れるスキュラメタル母船は4500隻、救えるのはわずか 4% の民のみです。それでも私はシドルは新天地を求めて旅立つ。17万光年の先に居住可能な星を見つけました。長き旅になりますな。アーシェムよ、あの星を撃つぞ。私はシドルを救うために黒い魔女となろう。同期星の者たちよ、9年の後その星は征服されるであろう。我々はこの数ヶ月間、各地にあるシェルターの調査を行いました。そのすべてが、すでに壊滅。それでも、いくつかの断片データの回収には成功。合計6つあれば、データの相互補完機構によって、設計図を完成させることができます。たとえデータが揃い、サンクチュアリを目指しても、すでにやられているのでは？残念ながら、ないとは言い切れません。それに、ここから先の調査には要塞ゴッドハンマーの攻略が必要になります。非常に厳しい戦いになるでしょう。ですが私は諦めません。最後まで希望を捨てずに前に進みます。ああ、着心地はどうですか？すごくいい気分だ。ありがとう。よかった。アーシェム、こっちも見てくれないか？わかりました。こっちが終わったら行きます。あんたの娘は不思議と人を引きつける力を持っているようだ。我が子である。当然であろう。ここに来て3ヶ月、すっかり俺たちもここの住人になったな。そろそろ頃合いか。何がだ？建国だ。ん？帰還命令か。行くのですか？アーシェム様、あなたはこの村の人々に心を開いていない。それが何か？あなたの目はかつて私を守ってくれたナイトと同じ目。あなたには私がこれからやろうとすることを理解しついてきてほしい。私はあなたのナイトになるつもりはない。では大和、そろそろだぞ。もうそんな時間か。壊滅したシェルターの人々を追悼する大事な式典だ。遅れるなよ。わかってるよ。それより旅が長引いているが、これからイクシアはどうなるんだろうな。これ以上の進行には大きな障壁がある。もうじき詳しい説明があるはずだよ。例の敵の地上要塞ってやつか。ああ。どちらにしろ、僕たちパイロットは指示を待つしかないね。そうかよ。Thank you.
空砲弾準備完了しています。空砲弾発射。全員黙祷。呼んだ？デュークさん、シェルターから回収されたデータを見ておかしなことに気づいたんです。何？断片データにアクセスログが残っているんです。誰かがすでに断片データをコピーでもしたってこと？はい、イクシア以外の誰かが断片データをデュプリケートした可能性があります。まさかドラクターが？だったら我々地球人の手に渡らないように破壊しますよね。ということはイクシアと同じように断片データを集めている地球人がいるってこと？そう考えるのが妥当ですね。一体誰が？もうじきゴッドハンマー攻略の最終作戦会議だ。面白え。そいつを倒さないとことが先に進まないんだよな。いよいよって感じがしてきやがったな。だけどよ、俺たちだけで本当に倒せるのかよ。マーガレットさんたちの話では有効な作戦があるらしいよ。おお、どんな作戦なのか楽しみじゃねえか。これより要塞ゴッドハンマー攻略作戦のミッションブリーフィングを始めます。見てください、これが遠隔ドローンとカレイドスコープからの情報をもとに作られたゴッドハンマーの戦術マップです。ご存知のようにゴッドハンマーの周囲は強力な重力場が形成されているため空から近づくことができません。そこで80キロ地点のところから陸のルートを使ってゴッドハンマーのタワーに近づきます。入り組んでそうだな。ゴッドハンマータワーへの侵入ルートは大きく3つ存在します。この3つのルートから3グループに分かれたローグ部隊が同時に攻め込みます。すんなり通してくれるわけないよな。全力で守られているだろうね。そこで戦場のゾンビ作戦の発動です。戦場のゾンビ？なんだそれ。妨害信号ジャマーパルスによって無人型機体の識別装置を狂わせ敵味方の区別なく無差別に襲うゾンビに変えます。マジかよ。面白い。詳しい進行手順は全員のデバイスに送ってあります。パイロットの皆さんそれぞれで事前のシミュレーション演習をお願いします。作戦決行は明朝。各員体調を万全に整えておいてください。最大限の準備こそ自信の源だな。入れ。お呼びでしょうか、皇帝陛下。ベローアギです。来たか。私ごときの名を光栄にございます。お前は兄を覚えているか。王宮に仕えるというくだらん志のために家を捨てた男だ。名はサーザント・エボル。私に兄などいません。そうか。奴と私の間にはちょっとした因縁があってな。お前が奴の弟だろうと私には関係ない。ただ念のためお前に伝えておきたいことがある。はっ。サーザントはテラーシュによって殺されたということになっているが、実は私が殺した。お前の兄はこの私が殺したと言ったのだ。
私が出会った中でも最高の男だった。だが私は私の邪魔をする者は誰であろうと消す。ベローよ、私が憎いか、私に歯向かい反逆者となるか。いいえ、知らぬ男のために謀反を起こすなどありえません。そうか、ならばよい。貴様にはゴデムゴアの防衛部隊に加わり、テラー氏の船を破壊してもらう。行け。御意。よかったのですかな、余計な反抗心を抱かせるのでは。いや、これでいい。新入りの二人、作業アームの動かし方は分かったか？はい。なんとか。シェルター中枢への潜入にも成功し、得られる情報も着実に増えてきたな。引き続き一大事ヤマトを監視しつつ情報を集めるぞ。ああ。博士、調査結果です。確かに遺伝子はドラクター人と地球人両方を受け継いでいるのですが、体の構造などは地球人と何ら変わりません。まさか。聞いたか、ミシス。どういうことだ。奴らの後をつけるぞ。遺伝子の影響が出ないなどありえん。しかしどう見ても普通の赤ん坊にしか見えません。これがドラクターと地球人の根血とは。もっと調べる必要があるな。例のデータご覧になりますか？ああ、見せてくれ。言ったか。それにしてもあのプロテルが根血？根血とは、つまりこの星とシドルの両方の血を引くものということか。信じられん。これは小さいな。リテルの第一形態プロテルだ。リテルは我々シェダと違い、小さい状態から徐々に大きくなっていく。一方我々シェダは女王によって同時に多くの個体が産み落とされ、生まれた時からある程度大きな体だ。不思議なものだな。しかしなんだこの胸がムズムズする感じは。待てよ、まさかこれが、これこそが我々が探していた進化の秘宝ではないのか。だとすると大きな収穫を得たことになるぞ。早速グリファース様に報告しよう。誰か来る。早く身を隠せ、見つかるぞ。未来、見えるか未来。僕はお前の、これは南さんのじゃない。また異星人の侵入者が。だとしたら未来を狙っているのか。未来はもうここへは置いておけない。あいつどこに。どうやら我々の存在に感づき隠すつもりのようだな。グリファース様に報告するぞ。待て、ミシス。やはりこの件はグリファース様には報告しない。なぜだ。もう少しあれのことを調べてからでもよかろう。
分かった。このまま報告すれば逃した責任も問われかねないしな。あなたは、リュウゴのお友達の？アサミテルです。あら、かわいい子ね。この子は…言わなくていいわよ。あなたの困った顔を見ればわかる。この子は、大切に預かるわね。このひまわり園の新しい園児よ。ありがとうございます。未来、君は僕が守る。これはどういうことだ。早く探すんだ。はい。いよいよドラクターの要塞攻略戦か。明日は頼むぜ、相棒。これ、あれだよね。うん、武装天使ブッパナマミーの超レア復刻版だね。お金ある？ない。ということは、ゴッドハンマーの前に前借りをねだり店長攻略作戦だね。では、これからの戦いにおけるボスの前線を祈って、乾杯！イエーイ！さあ、隊長も飲んで飲んで。きくー！これ、ジュースだよな。お酒はダメでしょう、未成年だし。そりゃそうだな。お父さん。
キツネ御長上がったよ。はーい、キツネのお客さん、お待たせしました。いらっしゃいませ。ヤマト、すまないがメガの前まで来てくれないか。別にいいけどよ。何の用だ。頼む。わかった、ちょっと待ってろ。龍吾。ああ、お前もテルに呼ばれたのか。まあな。で、テル、説明はあるんだろうな。今からひまわり園に行く。おい、俺ん家に来て何しよってんだ。君のお母さんに預けてあるんだ。は？何を。口で言うより見てもらった方がいい。とにかく来てくれ。シェルターの戦闘機能をダウンさせる、我々が。そうだ、おそらくそのシェルターはゴデムゴアへの攻撃を計画している。ここで力を奪っておくのだ。その後直ちに撤収し、ゴデムゴア防衛の任につけ。どうした、イグラ。いや、母さん、俺たち行くよ。いろいろと世話になったな。母さんは料理も上手だったし、優しかった。その、感謝してる。元気でね。どうしたんだい、ちょっと出張に行くだけだろ。何をかしこまってんだい。そうだよな。そうなんだけど、なんか今日はちゃんと言っておきたくて。リグもしっかり母さんを守ってやれよ。なんだよ、気持ち悪いな。じゃあな、母さん、リグ、行ってくるな。ないの？なんかそんな気がしたからさ。俺待ってるから、絶対待ってるから。理由。目からなんかが…なんだこれは。なあミシス、テラー氏は本当に我々が戦うべき相手なのか。
ここがゴデムゴアか。このボイド・バレン、お待ちしておりました。久しぶりだな、ボイド。はい、あの日以来でございますね。私が反逆者として牢に入れられた日か。それにしても一部隊長だったお前が司令官とはな。グリファース様は人を見る目が終わりのようで。そうだな、それを否定するわけにはいかんな。私がこうして牢から出られたのもあの方のおかげである。そのものはザスカーダインにございます。この要塞の守り神とでも申しましょうか。ほう、赤ん坊か。まさかこの子は捨て子でお前が。僕の子だよ。そうか、俺はてっきり捨て子。今なんて。僕の娘の未来だよ。ゾヒャー。お前と、南さんが話がぶっ飛びすぎてついていけねえ。今となっては、二つの星を思う南さんの意志が、この子の存在を作り出したんじゃないかと思っている。テル。だから決めたんだ。南さんがやろうとしたことを、僕が受け継ごうと。あなたはなぜ、僕を助けたんですか？特に理由はない。僕を助けても得なことなんかない。ただ殺す理由がなかっただけだ。お前が生きようと死のうとどうでもいいことだった。でも僕をここに運んで守るのは楽じゃなかったはずだ。ほう、バカではないようだな。あえて言うなら、より深く理解したかったのだ、お前たち地球人の存在を。しかしよ、南さんって異星人だったんだよな。違う星の人間とそのあれだ。テル、なんでこのことを俺たちに話した？お前は慣れ合いでこんなことを友達に話すようなやつじゃない。秘密を共有しておきたかったんだ、君たちと。死ぬかもしれない戦いの前に。テル、異星人同士でも愛し合い家族になれる。それを君にも伝えておきたかった。家族。笑える。シドルとテラージの両方の遺伝子を持つプロテル、どうする？放っておこう。戦いが始まる。ではこのシェルターの戦闘システムをダウンさせるか。いや、それも必要ない。何？システムをハッキングしてダウンさせる技術は教えられていない。ユグラにもわからないのか。ならばどうしてそんな指令を？シノアグは我々がこの船のシステムエリアに侵入したら我々の体ごと爆破する気だ。まさか。今はリテル扱いだが、我々の体にはシェダ時代に埋め込まれた自爆回路がある。
シノアグはそれを利用するつもりだ。奴の策略には乗らん。それよりここを離れる前に寄っていきたいところがある。記憶があるのか。別れを言いに来た。どこかに行っちゃうの？おそらくもう戻ることはない。戦いに行くんだね。なんとなくだけどそう思うんだ。そうか。死なないで。お前に言われるとはな。生き抜けよ。どんなことがあっても。じゃあな。ゴッドハンマーを捕捉しました。ゴッドハンマーの重力場影響範囲、まもなくです。いよいよだね。これよりゴッドハンマー攻略作戦を開始します。ミッションベースポイントに降下開始。イクシア、着陸態勢に入ります。突然こんな風に集まってもらってすみません。今日は皆さんにどうしても伝えたいことがあるのです。皆さんに問います。皆さんはシドルに戻りたいですか？何を言ってんだ。私たちは皆シドルに生まれました。シドルの掟を受け入れ、価値観を受け入れ、シドルという種族として生きてきました。何の疑問も感じずに。ですが私は皆さんとこの3ヶ月を共に過ごし、シドルの思想には誤りがあると分かりました。皆が肩を組み、歌を歌い、明日への希望を語らえる、かつて体験したことのない心から素敵な時間でした。私はシドル全体をそんな国にしたいと思っています。私の名はアーシムライア。かつてシドルのプリンセスでした。アーシムライア、まさかあのアーシム姫か。ですがもうそんなことは関係ありません。これから先皆さんは私と共にシドルの新しい道に向かって歩き出してほしい。新しい道。その道はあまりにも遠く険しい。ですが力を合わせればきっと切り開けるはずです。私はこの星に生きるテラウシと我らシドルとの共存の道を探したいのです。私たちはこれより平和をもたらす白の騎士団として団結します。そして未来に向かって旅立つのです。作戦開始の時間だ。へっ、武者震いがしてきやがったぜ。やるぞ、お前ら。地球人の底力見せてやろうじゃねえか。
タクティクスコード割り振り開始。各ローグの位置をスマートマップに表示してください。了解。ローグ部隊進行開始します。テル、新型はどうだ？細かい性能アップがあるようだけど、とにかく使ってみないとね。それと全てのローグに敵の友軍識別機能を妨害するジャマーユニットを積み込んでいる。敵軍の中で作動させれば効果が出るはずだよ。ゾンビ作戦の秘密兵器だな。だけどうまくいったとしても敵が味方になるわけじゃない。無差別に攻撃するようになって撹乱できるだけだ。要塞に乗り込むなんてよ、いよいよ地球人の反撃って感じになってきたな。守ってばっかりじゃつまんねえからな、きっちりやり返させてもらうぜ。今日は一丁暴れてやりますか。あんたの場合通常暴れすぎ。なんか言った？新型のブラームスはどうですか、静香さん。まだわからん。だが使いこなしてみせる。静香さんならいけますよ。マシンの性能引き出してやってくださいね。どう、アメミヤちゃん、アーサーライザーの日本足を。慣れれば動きやすそうですね。四本足の機動力はいろんな地形に対応できるけど、日本足のスピード感もまたいいわよ。はい。今回イブシ隊は3方向から進行するメガトン級の援護にもある。お前たちは存分に暴れてこい。よし、んじゃあ派手にかましてやっか。武器装タイプ確認、オールクリア。砲台も相当数配備されている。弾幕にも注意しろ。最初からこれかよ。ジャマーパルスが有効に作用するポイントまで強引に進行する。分かった。この辺がベストかな。みんな、いよいよゾンビ作戦を試してみるよ。まあ、面白いことになりそうだな。本当にうまくいくのかよ。失敗したらやばそうだぜ。戦闘は常に命がけだろ。それより準備はいいか。やるぞ。ジャマーパルス放出開始。味方の区別がつかなくなって同士打ち。すげえな。うまくいったようだね。乗ってきたぜ。テラー氏は倒すべき敵なのか。祖国シドルのためだ。
シドルが多民族を力で支配するためか。どうした？すまん。実は私も同じなんだ。だが私たちは戦うしかない。エースパイロット、ザスカーダイン、筋金入りの殺戮兵器。おかしいと思わないか？何がだ？テクノロジーにおいて圧倒的に劣るテラー種が我々の要塞にまで攻め込んでくる。裏切り者がいるのだよ。テラー種とシドルの和解を望み戦いを終わらせようとする者、ラムレイア・ラウ。シノアグ、どうして？私もビッグイベントをこの目で見たくてね。ラムレイヤ様とは、女王の側近であったあのラムレイヤ様か？ラムレイヤはこの星に潜み、テラー種に戦うための力を与えている。ところで、お前たちには破壊工作を命じておいたはずだが。我々は捨て駒にはならん。ほう、気づいたか。さすがシェダからリテルに格上げされただけのことはある。しかし、上官に死を命じられれば迷わず実行する。それがシドルだが。まあいい、今回は多めに見ておこう。おお、テラー種め、なかなかやる。いいじゃないか、そそるじゃないか。どういたしますか？もっと攻めるがいい。私は試したいのだ、この要塞の力を。ベローアギです。ゴデム後は防衛隊に着任いたしました。挨拶など無用、適当に出て行かれよ。くだらん報告などで私の至福の時間を邪魔しないでもらいたいものだ。やはりお前は司令官より前線で戦うべきだな。上官に死を命じられれば迷わず実行する。それがシドルだが。そんなものがシドルか。行くぞ、ミシス。ああ、ユグラ。またこいつらか。ソロンの時は好き勝手やられたからな。たっぷり仕返しといくぜ。これは一大事ヤマト。ほらほら、すり潰してやんよ。メグカーの勝利。選択肢はねえんだよ。撤退命令だと？バカな、目の前に敵がいるんだぞ。ミシス、引くぞ。しかし、命令違反を犯してまで戦う理由はない。わかった。おい、あいつら逃げてくぞ。また仕留め損なったか。強敵が去ったのは都合がいい。今のうちに
作戦を次の段階に進めよう。ああ、ミッションクリア。レジェンダリーエピック。ゾンビだ。派手にやってるみたいだな。気をつけろ。下手に近づけばターゲットにされるのは俺たちだ。だったら倒せばいいだけだろ。だな。何も問題はない。ったく、これだから血の気の多い若造は。あとどれくらい？目標地点まではまだ先か。戦いは長引いてはいるが、油断はするな。ああ、作戦は効果を出しているようだ。規模がでかすぎて先が見えん。弱み？だが言え、楽しんでるんだよ。お前ら無理して突っ込むような真似はするなよ。戦場では隊長の命令は絶対だ。忘れるな。軍隊乗りは嫌いじゃないが、俺は俺流でこそ生きる。それもどうせリフトの受け売りだろ。リスペクトだ。おしゃべりはここまでだ。行くぞ。バルログか。敵も強力なやつを出してきたな。炎の弾を操る機体だな。それでも勝つのはこっち。テラーシ。メガトロンが。どうにか撃退できたか。あいつまだ余裕があるのに引っ掛かる。少し引っかかる。気にはなるが、敵の狙いを特定するほど情報もない。作戦を続行するぞ。ミッションクリア。Legendary Epic.